今みんなが見てるものをとりあえず語っとくとか。なるほど、うん、そう、もう世界一薄いアマチャンローとかでもいいから薄いなっていう。なんか例えば、なんだろう、松坂桃李が好きな人は、うんうん、松坂桃李について語られてるもの、書かれてるもの全部チェックしたいです。全部チェックしたい、うん、から、まあその世界一薄い松坂桃李について喋るみたいな、うんうんうん、あコンテンツでもとりあえずこういう人たちがいるっていうのが見えるし、むしろみんなが語ってるものについて語った個性は出るよ、うんうん、なんかでも好きなものがコアなものであったりとかするとそれはそれで伸びそうですよね。そう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 、私都市伝説大好きなんですよ。あ、いいじゃん都市伝説、うん、やっぱ都市伝説の動画やっぱほとんど見漁りますもんね。あ、そうでしょ。あ、みんなで土の子探しに行こう。なんでもなかったごめんいや、なんか土の子の動画とかやっぱあるじゃないですか、うんうんうん、そうそう、ああいうの楽しそうだな。求心力がすごい強いものについて語るとかやるとか。ああ、なるほど、ね、それ自体が人気あるジャンルってことですね、うん、そう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 、なるほど。ただドライブっていうともうそれは大きすぎるかな、うんうんうん、それこそなんだっけ今乗ってる車種は。今はホンダライフです。ホンダライフで巡る旅みたいな。ああ。ホンダライフで検索した人、あ、こういう 車内こういう感じなんだ。あ、確かに。あ、エンジンこの音するって言ってる。へえー、なるほど。車種を入れるね。俺だって車のやっぱ試乗動画すごいたくさん見るからね。うん、うん、じゃあ、あ、お、え、最近はーっと感心したこと。え、今じゃないですか。いや、まあ、本当についさっき、つい数分、つい数分前。いや、でもちょっとそれ以外の話もすごい。はぁー、感心したこと。まあ、新しい商品、誰かが言っていたこと、うんうんうん、まあ、はぁ、そんなことあるんだ、はぁ、そういう考え方あったなとか、うんうん、あー、すごいな、こんなに努力してるんだとか、うんうん、そういうふうに考えた。なるほど。具体例を一つ教えてください。はい、まずそうなんですよ、これにすぐ対応できないっていうのは引き出しの開け方がよくわからない人なんですよね。確実に日々はーっと思ってることはあるんだけど引き出しを開けられない。この振りに対してそのエピソードを適切に引っ張ってこれない、ね、うん、引っ張ってこれない、うん、俺も引っ張ってこれない引っ張ってこれない。どこから引っ張ればいいかも今もう分からない、うん、みんな思考回路、まあ、つべこべ言わずに早く考えてど、はあ、できました。はい、できました。はあ、はい、じゃあまずちょっと、それじゃん。はい、はい、最近見に行った舞台がとっても斬新だったこと。おお、それはどんな。あの小劇場って言われる、うん、大体まあ50から100ぐらいの小さな劇場で、うん、結構私も、まあ、活動とかさせていただいてるんですけれども、うん、まあ、その中で、とある劇団さんを見に行ったら、あのチェーホフっていう、ね、あの古典演劇って言われる、うん、結構まあ結構この古典っていうと難しく感じるじゃないですか、うんうんうん、見に行ったらなんか毎日もマチコ先生見せられてるようなすごいぶっ飛んだ内容で、で、最後はでもちゃんとチェーホフの筋に戻してくるっていうすごい斬新な舞台を見せてもらったので、中身が斬新だったの。そうですね、世界観もすごく斬新でした。なんかその人の人生をかける、まあ、作品なんですけど、その死刑と終身刑どっちがあの辛いかっていう作品なんですね。で、実際にその銀行の金持ちの人がその囚人を一人捕らえて、じゃあ実際に死刑がいいか終身刑がいいか試してみようという実験をやるんですよ。で、その、まあ、盗人だったんですけど、その盗人がどん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 賢くなっていくんですよ。15年間禁錮で誰とも喋れないっていう設定なんですけど、本とか読んでいくんですね。で、どんどん額が増えてくるっていう作品なんですけど、その中で囚人が賢くなって自分で小説書くんですよ。その小説が中二病の異次元の能力を持っていて、で、なんか女の人がみんな服が弾け飛んで、おっぱいがボロボロ出てくるみたいな毎日ごまちこ、そうですそうです、そういう劇中歌がバーンって挟まってて、それがめちゃくちゃ面白かったんです。あ、笑えたってことね。そうそう、そう、ね、古典って難しいと思ってたけど、こんな見せ方あるんだって思って、はーってなりました。なるほどね。
僕も日々古典落語とかに接してますけど、うん、やっぱ今すごい斬新なことやる人たくさんいますからね、うん、まあ、そういうやっぱ日々感動したこと、うん、ね、ああいいじゃないですか、いいですね。質問をどんどんしてください。マイキンマチコ先生って何ですか？おお、そこから来ますね。なるほど。これは私が生まれるちょっと前ぐらいかなに流行ってた漫画、うん、アニメなんですけど、まあ、結構当時保護者の人たちからはクレームがめちゃくちゃ来たので、うん、その、まあ、学校のね、うん、やんちゃな男の子がよく先生のスカートをキャーって、うん、こうめくって先生がマイチングっていうような、うん、作品なんです。ミニスカート履いてるマチコ先生が主人公の、うん、へー、漫画とかアニメ、そう、マイチングマチコ先生はもう本当に大ブームですよ。実写で映画化もされてます。あ、そうなの？去年舞台化もされてます。舞台化もされてるんですか？舞台化でツイッターで見たのかな。お、あれだよね、あの女の人がこうキャーってやってるやつ。そうそうそう、あれマイチングって言うっていう。へえ。だからなんかマイチングって言った人はもう40歳以上だなって思う。ね、キラーワードですね。そうですね。その世代のね。面白いね。面白かったです。今年一番でした、私が考えたので。おー、いいね。うん、